虎に翼の後に続く朝ドラ、おむすび。さて、どんなお話かというと、時は平成16年、平成のど真ん中。ヒロインの米田結衣は、福岡、糸島で、両親や祖父母と共に暮らしていました。何事もない平和な日々こそ一番。そう思って生きてきた結衣。しかし、地元で伝説となった姉や、謎のギャル軍団、甲子園を目指す野球青年など、個性的な面々に振り回されていきます。そんな仲間たちとの濃密な時間の中で、次第に結衣は、人生を思い切り楽しんでいいんだ、と気づいていくのでした。と、ここまで聞くと、今度の朝ドラ、大丈夫か？と思ったのですが、青春時代を謳歌した自然豊かな糸島と、阪神・淡路大震災で被災するまでの幼少期を過ごした神戸。二つの土地での経験を通じて、結衣は食と栄養に関心を持つようになります。そして、ある出来事をきっかけに、人のために役立つ喜びに目覚め、栄養士を目指すことを決意します。まあ、早い話が、食べ物がたくさん出てくるドラマと予想しました。虎に翼の後で、ハードルが上がっているかもしれませんが、今回の朝ドラも楽しみにしています。